今日の質問ですがなぜ聖書には多くの翻訳があるのですかいい質問だと思いますいつものように3つ言いますね1番目「聖書の原点は変わりません」いいですか原点は変わりません原点というと旧約聖書はヘブル語で書かれています 一部アラム語が混じっていますそれから新約聖書はギリシャ語で書かれていますですからヘブル語の旧約聖書およびギリシャ語の新約聖書は変わることがないんですじゃあなぜ多くの翻訳が出てくるのか第2番目それは私たちが使う言葉は変化するんです私たちの使う言葉は 変化します例えば日本語訳聖書を見ますととても古い訳で「文語訳聖書」というのがあります。これは大変美しい日本語で書かれています。しかし今の若い人たちが文語訳聖書を読んでもなかなかピンときません。そこで文語訳聖書っていうのは普通は今教会では用いていないです。ただし聖書の 文体がとても素晴らしいので今もそれを用いている教会もなくはないんですただ一般的には若い人たちには馴染みがないだから分かりやすい今の人に分かる言葉に翻訳し直す必要があるわけですですから文語訳聖書以外に日本語聖書としては口語訳聖書とか新海訳聖書とか あるいは新共同訳聖書とかいったものが出てくるわけですね。これは言葉自体が変化しているそれに適応するためにそうなっているんだということです。しかし3番目に聖書の言葉の意味について新しい発見が出てくるんです。それは例えば今原点は変わらないと言いましたけどこれが原点だというものが 物理的に存在しているわけではないんです。私たちが持っているのは何千という写本群です。それを比較検討しながら原点が何かということを探ってるんですけども、今は99%以上を物理的にはないけれども、でも文字上の原点は回復できていると考えることができます。しかしさらに新しい写本が出てきた、新しい発見があったということになると、 今までよりもさらに深い理解が進むわけですもう一つ考古学上いろんな文章が発見されます。これは聖書でなくても例えば聖書時代の言葉が発見されてその文脈でなるほどこの言葉にはこういう意味があるんだ聖書には1回しか出てこないから十分わからなかったけれども別の資料によると新しい光が当たってくるんだ。だから 翻訳するときにもっと正確に訳すことができるというような発見が出てくるわけです。それである期間経つと再度聖書を訳し直すというようなことが出てくるわけです。これは聖書の信頼性を破壊してるんじゃなくて信頼できるからより正確な訳に近づこうという努力を絶えず学者がしているということですね。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。ありがとうございました。